ついに来ました。バランス調整内容発表でございます。ついにですね、この地獄の環境からね、おさらばできるのかといったところでテンポよく紹介していこうと思います。画像はね、キールさんという同じね、スパサルクリエイターの方に作っていただきました。概要欄にね、ツイッター貼っておくので、ぜひそちらチェックしてみてください。最新アップデート情報についてね、このバランス調整動画を含めた3本ね、同時に動画を出しているので、よかったらそちらもまあ絶対見た方がいいので、ぜひ見てください。では行きましょう。まずファイアスピリット、リワークですね、生まれ変わります。1コスト1体になって他のスピリット系と同じ系統になりました。HP は他のスピリット系と同じなので、フル HP で相手のタワーに到達するのと、マスケの一発を耐えたりします。ダメージがですね、259から275へと変わります。ゴブリン剣はもちろんワンパンなんですけども、ガーゴイルはね、なんかね、ギギ倒せない感じだったんですけど、多分倒せないと思うんですよね。で、ダメージ範囲が増えることで、まあ、どんくらい巻き込めるかね、正直未知数なんですけども、まあ、ゴブリンバレル完封はワンチャンタイミング次第では、メガナイトとかエレクトロウィザードが全部当たるタイミングっていうのがあるので、そのタイミングで出せればもしかしたら完封できるかもしれません。それに伴ってですね、オーブンから出るファイスピも1体ずつになって、今までの、オーブンの排出回数よりも2回ほど増えます。そして持続体力はね、少し減るものの、7秒に1回、275ダメージねじ込みマンが1匹出てくるので、まあ少し強そうだし、まあユニットに対しても飛びつくことが多くなると思うので、まあ強そうで、ファイブ環境が続くかなと思うので、オーブンはまあ小屋小屋デッキとかで、十分ね、強そうだなと思っています。夢のね、スピリット系4体デッキとかもね、まあできるようになったので、まあ高回転デッキにファイアースピリットが入ってくるかなっていうことも、ありありでございます。続いてエリートバーバリアン、下方修正、索敵距離 9% 増加。は？いやいや、要するにさ、これアイドルとかで誘導しやすくなったりとか、エリババがあちらこちら動くから、まあ、弱体かってことでしょ。いや、ちょっと待って。いや、運営の頭も、索敵距離増えましたか？ん？正直言って論外ですね、これ。はい、今シーズンもね、皆さん大好きな、エリババ環境でございます。いや、マジで最悪。絶対に他の数値もね、いじってよかった。過去にね、マスケット重視とか、ナイトがね、強かった時に、下方修正しろやってね、プレイヤーがみんな言った時はですね、運営の回答としては、古き良き、思い出のあるカードなので、それはあんまりしたくないみたいなこと言ってたんですよ。よ。エリババー加砲して、誰も文句言わないから。格上嫌いな奴らもにっこりだし、俺らもにっこりだし、格上どもはね、エレジェイテでも使ってるクソがマジで。おい。エリババーはね、まだ絶対に強いですね。もう一番ダメな部分全部健在。なんでっていう。続いて、アウトローです。情報修正、アウトローガールの初撃速度が 0.2 秒速くなると。まあ、これはね、まあ、普通に強くなりますね。お前らがね、エリババーを止めるんで頑張れよ、このロリどもが。続いて、大砲とムート。情報修正、攻撃速度が 10% 増加。これはですね、まあ、2.6 ホグ使い歓喜だし、ワンチャンね、他のデッキに大砲がいよいよ入るかもしれないですね。スケラ受けも、攻撃速度が速くなったことによってしやすいし、まあ、昔の大砲がちょっと返ってきた感じになりますかね。ムート砲は、破壊された後の施設判定の時のみ攻撃速度が上がるって感じです。ムート砲って盾が剥がれた後と大砲と同じなので、まあ、そういう仕様ですね。さすがに、こう、ムート砲が動いている状態は、攻撃速度は強化されないので、そこはね、ちょっと安心しました。続いてアイスウィザード、下方修正 HP 3% 減少。そうなんですよ、これファイヤーボールでワンパンできます。ついにこれはね、かなりの下方修正ですね。まあ、なおさらね、こう来シーズンもファイブ環境が加速すると思うので、いや、アイスウィザード入りのデッキは少し厳しいのかなっていう部分もありますね。まあ戦えるとは思うんですけども、今まで通りとはならないので、まあもともとね、3コストでファイヤーボール耐えてたのが強いっていう部分なんで、うんだし、まあ俺遅延デッキ嫌いだから、まあこれは OK ナイスです。続いてゴーレム、下方修正、死亡時ダメージが 28% 減少ですね。ついに来ました。デカゴーレムが今ね、死亡時ダメージが376あるので、環境後は271、チビゴーレムズが119から86なんで、2体だと238から172ですね。ゴーレム全体の合計で614から443と、爆破ダメージだけで171も差ができました。これはでかいですね。ちなみに、この爆破ダメージ下方修正によって、デカゴーレムの爆破ダメージで、ガーゴイルやアーチャーがね、爆破でしばけなくなったのと、ミニゴーレムもスケルトンやコウモリが、処理できなくなったので、これはですね、でかいですね。まあ、ゴーレムがたまに到達したとしても、かなり防衛しやすいって言ったところですね。いやー、ついに来たか、このゴーレムの爆破ダメージ弱体化。いや、これはね、マジでしゃあないんですけど、どのみち、まあ、俺らには、トルネーとベビードラがあるんで、セーフ。オッケー。最後は、巨大スケルトン、情報修正、死亡時ダメージがタワーに対して2倍へ。
オッケー。クラウド運営ジジイ。グッドゲーム。よし。そこじゃない調整大賞受賞。おめでとうございます。タワーへね、キョスケが届くことなんて全然ないです。はい。オッケー。よし。まあ俺、キョスケ系だからオッケーかな。うん、こいつは、うん。はい。オッケー。自由にやってもろて。はい。マサネクホバザッピーの調整は？あれ？あー、オッケーオッケー。セスは今、あれだね、メガナイトエリババー、うん。マサネクホバザッピーで使ってるんかな。うん。把握でございます。来シーズンもエリババ環境、ゴーレム、そしてエレジェイ環境ですね。そして呪文はおそらくまた、ファイアーボールがいっぱいパラダイですね。新カードのゴブリンドリルの動画も上げてるので、ぜひ見てほしいんですけども、まあ結構強そうなカードで、あのカードが環境にどのような影響をもたらすかが正直鍵かなと思ってるので、新環境の動画もね、バキバキ上げていく予定なので、ぜひね、チャンネル登録、高評価お願いします。ということで、他の動画もぜひ見てください。では、おつめし、バイバイ、またねー。What?